ブリカ1とは、がん抑制遺伝子の一つ。ブリカ1遺伝子の変異により、遺伝子不安定性を生じ、最終的に乳がんや卵巣んを引き起こす。ブリカ1の転写産物であるブリカ1タンパク質は、他の多数の主要抑制因子とともに、核内で大きな複合体を形成し、相動性による遺伝子の修復に関わっている。 17番染色体長腕のセントロメアに近い17-921.32領域にマップされている。1990年にカリフォルニア大学バークレー校のメアリー・クレア・キングラよって早期発症の家族性乳がんの原因遺伝子が17番染色体の長腕に存在することが発見され、1994年にはミキヨシオラによりブリカ1が同定された。 ブリカ1は DNA 損傷時のシグナル伝達において重要な役割を持つことが知られており細胞周期に依存したリン酸化を受けるほか DNA 損傷に伴ってリン酸化を受けるリン酸化されたブリカ1はラジアン51などの DNA 修復タンパクと強調して DNA 損傷を修復するラジアン51は DNA の螺旋構造を解きほぐし DNA の 相動性を利用した損傷した DNA の修復を助けるが、ラジアン51を制御するブリカ1やラジアン51と会合するブリーカ2に変異があると DNA の修復がうまくいかないことになる。実際、培養細胞に X 線を当てて DNA の修復を見る実験からもブリカ1の機能を部分的に失った細胞は X 線に対する 感受性が高くなることが知られている。ブリカ1変異を伴う家族性乳がん家系では、若年性乳がんと両側性乳がんの頻度が高く、卵巣んの併発も多い。ブリカ1とブリカ2の変異を合わせ持っていると、乳がんの生涯罹患率が80%以上にまで跳ね上がる。このことが確認されて以来、米国では、その変異遺伝子キャリアに対する、 チブサの予防的切除が任意で行われており、女優のアンジェリーナ・ジョリーがリスク低減のために切除した際に話題となった。ブリカ1やブリカ2の変異のために生じたがんは進行が早くこれまで有効な治療に乏しかったが、ポリポリメラーゼ阻害薬という DNA 修復構想を阻害するオラッパリブという分子標的薬が海外での臨床試験で有望な結果を示している。オラパリブは DNA を一本差切断し DNA の修復に関わるパープを阻害する。ブリカ1やブリカ2に変異がある。主要細胞はもともと DNA の修復能が落ちて変異が生じたために眼下したものであるが自身の増殖に使える程度の修復能は残っている。これがオラパリブで阻害されることにより増殖できなくするというもので、この薬剤は、いわば癌を アポトーシスに導く薬と言える。パープ素阻害薬タラゾパリブも開発中である。ブリカ1とブリカ2の遺伝子管理と同定に関する技術は、ミリアドジェネティクス社により、米国において特許が取得されている。この特許に関しては、特許無効を求める裁判が起こされており、アメリカ自由人権協会が提訴した裁判では、2010年5月29日に、 ミリアド社の特許を無効とする判決がニューヨーク地方裁判所において出された。その後は控訴され、連邦巡回控訴裁判所では2011年7月29日にミリアド社の特許を認める判決が出されている。この裁判はさらに上告されたが、2013年6月、合衆国最高裁判所において特許無効の判決が出された。この判決は裁判官が全員一致で、 天然の DNA 配列は自然の産物であり、現在までに見つかっていなかったものを単理したというだけでは特許たり得ない。という理由であった。これにより、ミリアド社のブリカ1とブリカ2に関する特許は失効した。ただし判決では、自然界に存在しない遺伝子の作出には特許が認められる可能性を留保している。ありがとうございます。